皆さんこんにちは。今回はソロでできるやばいコルの稼ぎ方を見つけたということで、ちょっと紹介していこうかなと思います。方法は至ってシンプルです。この掲示板のフォーギビングファクター前編っていうのがあるんですけど、これをやるだけ。ちょっと受けてみますね。これ31層をクリア後に出る掲示板のクエストなんですけど、小ギツネみたいなのが出てきて、で、まあ、掲示板これ覚醒できるんで覚醒して、まあ、作詞系のバフとかもねかけたりして、まあ、俺はなんかお茶会でやったりしてるんですけど、あの節分キリトは全体攻撃の直径もとあるんですけど、まあ、一撃じゃ倒せないんで、まあ、他の全体攻撃も入れてって感じ でこれで、まあ、お茶会で、まあ、スイッチ溜まったんでワンパンして、まあ、これでね倒すとね、あ、ちょっとねシステムログ今ね出してなかったんですけど、まあ、これクリアで、コルが 17,500 もらえると。でこれセイチャットにシステムログ出るじゃないですか。まあ、今これログインしたばっかなんで、26層が実装されましたってここ書いてあると思うんですけど、この新しいクエストを開始しましたって書いてあるところの下に7506コル入手しましたっていうのがザーって出てると思うんですけど、これ小ギツネ1体倒すごとに得られるあのコルで7506で、あのこれコルインゴつけてるんですよ。画面の左上見てわかると思うんですけど、 HP が 34,000 しかなくて、で、まあ、防具の下半身防具に、まあ、コルインゴ3つつけてるんですけど、これコルインゴつけてなくても1体、4000何百コルカー分だったんですよね確か。でコルインゴつけるとこれくらいになると。で俺インゴと凸数がまだ64凸なんですけど、あの固定値の分がね、まあ、それでもねこの凸数でも、1体につき7506コルが手に入るんで、これ1回クリアごとに得られるコルを計算してみたら122,584コルでした。12万コルぐらいですね。でこのフォーギビングファクター前編をクリアすると回復ポーションが5個もらえるんですよ。でこの回復ポーションを5個売ると1250コルになるんですよ。で2回やったら回復ポーション10個で、まあ、10個売れば2500コルって感じで、まあ、10回やれば10あの1万ぐらい溜まっていくのかなっていう計算になるのか。これコルインゴットの凸数が高かったらもっとやばいんじゃないかなって思うんですよね。もう固定値だけじゃなくて、まあ、本当にすごい人とかコル獲得量がパーセントで上がるインゴットまで貫突してる人はあんまりいないと思うけど、そういう人はもしかしたらやばいかもしれないですね。あとはちょっと前に終わっちゃったんですけど、このギルド応援キャンペーンってあったと思うんですけど、この期間限定3のコル獲得量アップ、これ使ったらもしかしたらやばいんじゃないかなっていうのもあって、やっぱりパーティーが一番いいのかもしんないけど、あ、どうなんだろう、1回12万だけどな。とにかく本当になんか野良パーティーとか立ってなくてソロでやりたいなっていう時になんかこれいいんじゃないかなって思いました。他の掲示板のクエストやってみたらそんな高くはなかったんですよね、獲得コルが。コルインゴ込みで、まあ、1体800いくらか。モデリングファクター前編っていうのをやってもやっぱこれぐらいだったし、ただねこのフォーギビングファクター前編ってあの小ギツネが出てくるんで、あの麻痺と炎症を食らわせてくるんですよ。でまあ浄化ポーションこれに使うのもったいないじゃないですか。それでなんかその解毒ポーションとか霊感ポーションを使うっていう方法もあるんですけど、解毒ポーションが1個300コル、霊感ポーションも1個300コルで購入できるんですよ。まあ本当に大雑把な計算ですけど、例えばその掲示板でまあこの解毒と霊感ポーション2個ずつ使うとしてもですよ、仮定しても合計1200コルかかると。でまあ回復ポーション5個売ると1250コルだっけくらいになるんで、回復ポーション5個売った方が50円上なん
ではあるんですけど、なんかもったいないじゃないですか。なんか金策のためにやってるのに、なんかお金かかる、お金というかコルかかかるっていうのがなんかちょっともったいない感じがするんで、対策としては、まあ、麻痺耐性あればできれば入れて倒したいですよね。まあ、麻痺耐性入れる余裕あるならですよ、麻痺耐性入れて倒す実力あるならだけど、まあ、この金策やるような実力の人って多分熟練度スキルとか全部終わってるとか、もう本当に上級者の人みたいなイメージありますけど、このフォーギビングファクター前編の小狐が使ってくる状態じゃ麻痺が3秒、炎症が30秒なんで、まあ、麻痺は最悪、まあ、3秒なんで、まあ、解毒ポーション使わなくても、まあ、耐えられはするのかなって思うんですよね。あ、これ解毒ポーションって毒じゃなくて麻痺もね治してくれるんで、まあ、コルインゴッドで最大 HP 下がってはいますけど、まあ、耐えられないことはないくらい、まあ、あの弱い人だったら速攻で死んじゃうと思うんですけど、まあ、ただ別にボス部屋でクリスタル無効化空間ってわけでもないんで、蘇生結晶全然使えるんで、まあ、なんかいざとなったら蘇生結晶使えばいいし、まあ、覚醒が消えるだけなんで、まあ、覚醒なしでワンパンできるなら、まあ、でもそういうレベルの人は多分やられないと思うんですけど、まあ、あとはコルインゴッド積んでて最大 HP が低いんで、まあ、覚醒中はね最大 HP が上がるんで、この覚醒率に応じてね、だからまあ粉光とか積んで、あの回復の覚醒効果ですね、それで回復するとかもね、もしかしたらいいかもしれないですね。まあ、覚醒って言えばこういうあの覚醒のパワーライズであの状態異常回復するやつもあるんで、まあ、それ1回分ですけどね、まあ、囲まれてあの袋叩きに当ってる時はやっぱりあの状態異常の攻撃が連続で来るんで、これで1回覚醒で回復したくらいじゃね、あの麻痺がねあの続けてくるかもしれないけど、まあこれであの状態異常解除した瞬間にそのソードスキルのボタン連打してすぐ打つっていうのも、まあできたことも全然あったんで、まあこの覚醒効果ないよりはいいのかなって感じがしました。まあ、なんかねその掲示板のワンアイドをね何時間もできる人はね、それでもコール全然稼げるし、ワンアイドがね1回クリアで報酬が1万1000なんですけど、ちょっとこれ倒してみると、あ、ボスが倒した時に出るコールは4497か、コルインゴ込みで、だから1万1000コルと4400コル合わせても、まあ1万6000コルくらいか1回クリア分で。あ、でもそう考えるとやばいね、フォーギビングファクター。まあ掲示板ね、ワンアイド何時間もできる人はそれでも全然稼げるんで、そのやっぱ熟練度スキルってやっぱいずれやらんとなっていう感じあるじゃないですか。だからまあコル稼ぎ、なんて言うんだろう、コル稼ぎのついでに熟練度スキルやるみたいな感じで俺はやってるんですけど、最近は。まあだからそういう感じでね、ワンアイドで、まあ、コル勝手に溜まってくみたいなのがいいって人はそれでも全然いいし、ただその熟練度スキルを全カンストしてる人、俺も全然全カンストには及ばないほどなんですけど、まあ、やりはね一番最後まで終わって、途中のやつねレベル5で進めて最後だけちょっとあの最大まで上げたりとかはしてるんですけど、まあ、片手コンなんかね一番下の2つ解放してないし、まあ、少しずつ進めてはいるんですけど、熟練度スキルカンストしてる人ね、全部カンストしてる人は本当少ないと思うけどいるんで、あのもしかしたら今回紹介したこの方法はなんかこういうノラパーティー、なんかレビリングのノラパーティー、モブ狩りのパーティーが立っててもなんかその弱い人だけ来てるとか、なんかなんて言うんだろうな、モブ狩りがあんま上手くない人とか集まるノラパーティーってたまにあると思うんですけど、まあ、そういうパーティーよりかはコル集めの効率がまあいいかもしれないですね。まあ、別にそのノラパーティーの狩りが遅い人のことをあのバカにしてるとかそういうことじゃないですよ。全然遅くてもあのそのパーティーを立ててくれてるだけですごい嬉しいんで、俺もあのたまに行くことあるし本当にありがたいと思ってるんですけど、ただその効率の話をすると、まあ、もしかしたら今回紹介したこのフォーギビングファクターの方が、まあ、いいのかもしれないっていう話ですね。
いやでも分かんない、どっちのが早いんだろう。実際やってみてないんで分かんないんですけど、まあそのね、パーティーのそのモブ狩りの速さにもよるんで分かんないんですけど、まあ検証したい方はねしてみてもいいんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。